この過敏性腸症候群のですね、食事療法ということで非常に欧米で脚光が当たっているのがですね、低フォドマップ食事法という方法です。はい、これはフォドマップという糖質ですね、これがお腹の調子を崩すものですから、このフォドマップのどれがお腹の調子を崩しているのかというのを自己判断しましてですね、その糖質を避けるというふうな食事が低フォドマップ食事法というものです。F というのはファーメンタブルという意味で、発酵性のという形容詞なんですね。発酵性の4つの糖質がフォドマップなんですけど、まずは O なんですけど、この O はオリゴ糖というもので、このオリゴ糖の中にはガラクトオリゴ糖といいまして、豆の中に入っている糖質なんですね。次にフォドマップの D ですけども、これは D サッカライドといいまして、ニト類のことなんですけども、これはですね、ニュートなんですけども、これはですね、非常にやっぱり小腸の中で吸収が悪くてですね、ガスを発生させやすい食べ物なんですね。はい、でフォドマップの M なんですけども、これが、単糖類というもので、主にフルクトース、果糖ですね、果物の中に入っているものなんですけども、果物の中に入っているフルクトースもやはり小腸でほとんど吸収されなくて、ガスや、それから便秘や下痢のことになりやすいんですね。で A っていうのはこれ and のことで意味がないんですけど、最後の P はポリオールというもので、なんとかオールという名前ですね、例えばキシリトールとかマンニトールとかソルビトールというものなんですけど、こういった糖質は非常にですね、やはり同じようにガスとか下痢とか便秘の原因になりやすいということで、発酵性の4つの糖質、これをまとめてフォドマップと、全ての高フォドマップ食を一生食べられないわけではなくてですね、人によって個人差がありまして、フォドマップの中のどれは大丈夫なんだけどどれはダメとか、そういったことがありますので、低フォドマップ食のやり方としては3週間だけは完全にフォドマップをゼロにした食事をするんですね。その後チャレンジテストっていうのをやりまして、3週間フォドマップを完全に控えることでお腹の症状だいぶ楽になりますので、その後1週間ごとにフォドマップをまた再開してみて、でもしお腹に合わないものが入ってくると、お腹がワッと張ったりバッと下痢したりして、よりはっきり分かりますので、どれが合うってどれが合わないのかっていうのを自己分析していくというふうなことをやって、食べて大丈夫なものは食べていいわけです。